together。あのプレイヤーさんは彼女とべったりらしいよ。幸せ全開って感じですね。でも少し憧れちゃいます。べったりか。シリか、誰とべったりしているところを想像しているのかしら。そんな想像なんてしてないですよ。よう、みんな。キリトさん、想像なんてしてませんから。は？想像？奇遇ね、あんたも休憩？なあ、そっちは随分と楽しそうに話をしていたみたいだけど。話に混ざりたい？今ね、恋愛トークに花を咲かせていたのよ。で、恋愛トーク。最近両思いだったプレイヤーさんがついにカップルになったんだって。あちこちで一緒にいる姿を目撃されているらしくて、なんか羨ましいななんて。へえ。好きな人と一緒にいるとこう胸がいっぱいになりますよね。心が満たされていくっていうのかな。あるよね、そういうの。それでつい甘えてみちゃったりね。これが女子トークというやつか。みんなの会話についていけない。皆さん、ごきげんよう。あ、プレミア。ごきげんよう、プレミアちゃん。プレミアちゃんも休憩？いえ、キリト、あなたに会いに来ました。ん？俺に？クエストでも発生したのかしらね。どうかな。最近はただ会いに来ることが多いんだ。ただ会いに来るだけ？ひょっとしてこの子、あんたに恋をしてたりして。はあ？ない話じゃないよ。好きな人とはただ一緒にいるだけでも胸がいっぱいになりますからね。まさか。なんなら本人に直接聞いてみる？ねえプレミア、なんでこいつに会いに来たの？それは一緒にいると満たされるからです。え？満たされる？とストレートな表現をしてくれるわね。はあ、羨ましい性格です。ちょっとどうすんのよ。この子冗談抜きで恋しちゃってんじゃない。そんなこと言われても。ちゃんと責任を取ってあげてください。こんな可愛い子を泣かせるなんてよくない。あの、どんどん話が変な方向に向かっていってないか。キリト、少し街を歩きませんか？なあ、まあ構わないけど。すごい、デートの誘いまで。プレミアちゃんの思いはとどまることを知らないですね。私もこのくらい積極的にならないとダメなのかもしれない。では
行きましょう。じゃあ、行ってきます。プレミア、恐るべしだわ。まあ、気まずい。間違いなくリズたちの話の影響で変に意識してしまっている。何か話をしないと。でも俺、プレミアとはいつも何を話してたっけ。ティリト。どうした。いつもと様子が違うみたいですが、どうかしましたか。いや、気のせいだって。いつも通りだぞ。ですが、いつも通りだとしたら、あのお店を素通りしないと思いますが。あのお店？お団子屋さんです。なるほど。確かにいつもは食べ物屋を見かけたら立ち寄ってるからな。団子を食べてみるか。興味深いのでぜひ食べましょう。あ、よし、じゃあ一緒に食べるか。こっちの味もうまいよ。そうだそうだ、プレミアと出かけるときはよくこうして食べ歩きするんだった。あれ、もう食べ終わったのか。はい、美味しかったので。まったく、プレミアは食いしん坊だな。なんか俺の団子にプレミアの視線が。こっちの団子も食べてみるか。実はそっちの味も気になっていました。つまり、いただきます。じゃあ一本あげるよ。俺が食べさせるのか。こっちの味はどうだ。種類とも最高でした。どっちの方が美味しかった。どちらも良い要素があるので、好物をつけがたいです。つまり、どちらも美味しいです。なるほどな。なら次はプレミアが食べた方を買ってみるよ。おすすめです。さて、この後はどこを回って歩こうか。どうした、プレミア。いい匂いがします。本当だな。ああ、あれだよプレミア、クレープ屋だ。クレープ、興味深いです。食べるか。そうすることが最善だと思います。よし、じゃあ買いに行こうぜ。うまいな。微妙にリアルのクレープとは違うけど、バターの風味の再現度はなかなかだ。
プレミア、まさかお前、もう？ごちそうさまでした。とても美味しかったです。食べるのが早いな。よっぽどうまかったんだな。こっちのも食べてみるか。実はそっちの味も気になっていました。つまり、いただきます。じゃあ。はい。あーん。どうだ、こっちのもうまいだろ。これは後引く美味しさです。つまり、もう一口。おいおい、俺の分も残してくれよな。あ、帰ってきた。よう、みんな、まだここにいたんだな。それはもう、プレミアちゃんについて話すことが盛りだくさんでしたから。それで、どうだったの？どうも何も、いつも通りに出歩いただけだよ。団子を食べて、クレープを食べて、ジュースを飲んで、串焼きを食べて、あとはチーズとパン、最後はパスタを食べました。とても満たされました。まさか、満たされたってそっち？お腹のことですか？プレミアと出かけるとなんか買い食いが多いんだよな。なんだ、結局プレミアちゃんは花より団子なんだね。たくさんのことが満たされました。また連れて行ってください、キリト。